ちょっと雰囲気が変わったプレゼンが出てきそうですけれども、はい、大丈夫。あ、はい、あの絶好の多分動画シャッターチャンスがこれから。じゃあ皆さんシャッターチャンスということなので、かぶりつきながらご覧いただければと思います。じゃあ、案内しますね。キノコエクササイズの発表です。皆さん拍手でお願いします。はい、ユーたちモテたいかベイベー、結果にキノコミットってことです。いきますよ。はい、レッツキノコエクササイズでサンプルボディが現在102キロ、これがどうなるか。はい、でもとっととでも行きます。じゃあ配置ついて行こう。ジェシカキノコエクササイズ開いて。はい、そこのユー、モテモテになるエクササイズを始めるかい？始める場合はモテたいというんだ。記録を確認したい場合はモテてる？と聞いてくれ。レッツベイベー。モテたい。皆さんちょっと集団心理ちょっと見ておいてください。これ集団心理。 OK ベイベー、今日はラインブートアワーズのファイナルという特別な日だ。よし、会場のオーディエンスたち、ユーたちも一緒に盛り上がっていこうぜ、ベイベー。なんでこれなっちゃったの？エビバディスタンダー。集団心理、集団心理。エビバディ、皆さん立ってください。集団心理ですよ。群衆の中に生まれる。どうしたどうした。みんな恥ずかしくない。特殊な心理状態。恥ずかしがっている場合じゃないぞ。大丈夫ですか？さあさあさあ、ユーたち。全員で理性的思考が低下してるはずなんで、恥ずかしくないです。You touch、モテるんだ、ベイベー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 、準備はいいか？はい。変なテンション。はい。キノコエクササイズ開いて。すみません、よくわかりませんでした。でした、でした。キノコエクササイズ開いて。もう終わった。はい、そこのユー、モテモテになるエクササイズを始めるかい？始める場合はモテたいというんだ。記録を確認したい場合はモテてる？と聞いてくれ。レッツベイベー。はい、来ました。これでさっきの続きでエクササイズ始まりますんで、皆さんレッツエクササイズですよ。よいはいか、いくぞ。はい、レッツダンス、エクササイズ。床抜けるぐらいに踊ってください。皆さんあ、みんながやってるシーンが見たいんですよ。どうしたんですか、皆さん。ちょっとライズアップのお二方もぜひ集団心理、集団心理ください。集団心理、あれ踊って踊って。よさくわきわきる、いいっすね。あ、いいですね、踊ってる方。いや、はい、ふぅー。 OK you、 最高だベイベー。どうする、次のエクササイズでさらにモテたいか？今消費カロリー測れてないんですが、出ますと。どうするんだベイベー。測りたいけど測れてない。モテたいならモテたい、今日はもう十分ならベイベーと言うんだベイベー。ベイベイ。OK よ、今日も最高だったぜ。これでモテモテだな。すれ違うレディーたちが You の虜だ。また明日会おうぜベイベー。一応ですね、ライズアップさん の、 あのおすすめ商品なんかがエクササイズ合わせて出ますと。あと1ヶ月後体重変化を計測したいっていう時に、はい、どうぞ。でした、でした。キノコエクササイズ開いて。はい、そこのユー、モテモテになるエクササイズを始めるかい？始める場合はモテたいというんだ。
記録を確認したい場合はちょっとね時間ないんで、あの先こっち説明しちゃいますね。バイバー。ね、今後はですねエクササイズの箇所を増やしたいっていうのとですね、やっぱカロリーとかを計測するデバイスを使いたい。カオスだね。サーリーベイベー。サーリーベイベー。なんて言ったんだい。あとですね、もう一度教えてくれないかバイバー。体重計と連動したい。あ、終わっちゃった。はい、終了です。はい、です、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ審査員の方が質疑を受けたまわりたいと思いますが、いかが、あ、ライズアップさんですね、失礼しました。ライズアップさんからのコメントをまずはいただきたいと思います。ご協力ありがとうございました。はい、あ、ありがとうございました。ちょっとコメントに困るんですけど。なぜでしょうか。まあ、あの演出としては面白いかなと思いました。ちょっと我々の ブランドとどう融合するか迷ったんですけど。あとはまあ今後あの1対 N のサービスもどんどん法人向けのサービスとかも広げていかなきゃいけないので、まあ、こういった演出もちょっと面白いかなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは審査員の方からも質疑、コメントいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。増田さんがハマってそうな。じゃあお願いします。あのやりきりましたか。やりきってないですよ。何パーぐらいですか。 5%。 わかりました。残り 95% は想像します。すごいんですよ。本当はもっとすごいですけどね。他にはどうでしょうか。挙手でいただければと思います。じゃあ竹さんお願いします。あの結構本当来るんですよこれ。来ますんですよ竹さん。マイクがオンになってないかも。なんだろう、なんかなんで LINE ボットでやったのかとか、その辺のちょっとサービスのこうなんでこのサービスに落とし込まれたのかを聞いてもいいですか。あの LINE ブートアワーズだったから。いや楽しいじゃないですか。楽しいじゃないですか。そうっすね。いや最高でした。はい、ありがとうございます。他にはどうでしょうか。大丈夫ですか。伊佐子さん一言いいですか。お疲れ様でした。あのさっきの増田さんの質問を拾うと、残り 95% のうち、あの追加で何か言っとくことはないですか。で今ですね、はい、体重を測ったんですね、はい、本当はもうちょっとちゃんと戻ってほしかったんだけど、さっきサンプルボディ102キロあったのがですね、あ、101.2グラム、 102.2キロになってますね。 0.8 キロ痩せてます。今ので皆さん痩せてますよ。じゃあお後がよろしいようで、そんなところでよろしいですか。はい、ではキノコエクササイズでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。